Up, everybody? この番組は DJ4NK とゴージアーニがお届けする雑談ポッドキャスト「時をかけるファカ」海外生活や留学エピソードアメリカと日本の文化の違いそして日本に帰ってきた僕たちの日常をゆるめに発信していくのでみんなチェックよろしくってことでレッツゴーはい DJ4NK とゴージアーニの雑談ポッドキャスト「時をかけるファカ」ですニューヨークに10年住んだ私 DJ4NK と同じくニューヨークに2年住んだ僕の後輩ゴージアーニの お届けするるるゆゆ雑談この番組では僕たちの日常海外から帰ってきた人あるある日本と海外の文化の違いなど海外で生活して日本に帰国した僕たちの視点から緩めに話していきたいと思いますということで今回で第3回目ですはい郷くんどうですか慣れましただいぶ慣れましたねよかっただいぶ緩くなってきたと思います よかったわ。まあ、ゆるゆる雑なんだね、これはね。<laughs> これいいんですよね。うん。ゆるい方がいいと思う。よかったです。うん、で、もう俺、俺のさ、当初の目標である、あの、ヒップホップの話をしないっていうね。今のとこできてますもんね。うん、ちゃんとできてる。<laughs> でも、俺はやっぱヒップホップで構成されてるからさ、俺の、ね、<laughs> 中身が <laughs>、はい。油断すると言っちゃうから、そしたら止めてね止めちゃっていいんですか止めちゃって。<laughs> わかりました。ちょっとヒップホップですよって。<laughs> はい、そんな感じでね、まあ,あの、そうだ、だから、 俺ずっとさ YouTube でさヒップホップ系の映画とかさブラック系の映画紹介してるじゃんはいでなんかちょっとそういうヒップホップ系以外の映画の話もちょっとしたいなとは思ってたんだけど<ー>なかなかこう、はい、できてなかったから確かに、うん、YouTube のあのコンテンツで急に上げるのも そうなんだよ、ね、んか違和感はちょっとあります、ね、そうそうそう。だから一応あれ、はい、俺の YouTube っていうのは、ヒップホップザ・カルチャーっていう名前の通り、ヒップホップとそれにまつわるカルチャー、アメリカのカルチャーだったりを発信してるってことでね。まあ、あそこの、その映画紹介コーナーでは、一応ヒップホップ縛りっていうことになってはいるんだけど、関連っていうことになってるんだけど、あのー、まあ、この雑談っていうのは、ほら、さっきも言ったけど、ヒップホップ以外の話をするっていうことでね、ヒップホップ以外の映画の話もしていきたいなと思ってるんだけど、 そうだ、ね、でも映画よくさなんかどんな映画見ますとかってさ女の子とかと喋るけどさ、はい、広すぎんだよね広いっすねまずだからどっから絞っていくかああどうしますどんな映画が好きジャンルでもいいしなんか縛り方的に言うとああでも悲しい系あんまし見ないっすねああ分かるポジテそうなんです、うん、あんまあ、それは理由かわかんないですけどちょっと偏見かもしれないですけどだからそうわかるわでも苦手な方 のジャンルを縛るるととそそれ以外になるってこででしょそうですねだから俺だから病気系とか超苦手だもん。あ<ー>怖くない怖い,怖いです、怖いです。ね。だからそのギャングバングで人が死ぬのは怖くないけど、わ <laughs> かる余命何日で <laughs> ちょっとわかんないです。わ <laughs>、えー、かんないか。あ、そっか。わか,かんないか。そうだね。余命何日ですみたいな映画ちょっと怖いんだよね、<ー>俺。怖いですね。うん、泣けちゃいますね。俺はなんかちょっと泣けるってか。 あんま見ないかな、俺は。ああ<ー>。どうゴーでも僕、まあか、なんか、んかためになるような悲しい映画だったら別にいいと思うんですけど。わ、うん、かる、わかる。うん。うんでもんそれで言ったら、ちょっと瀬戸際だなっていうのが、うん、メメントっていう映画あるんですよ。メメントクリストファー・ノーランっていう監督がいて、うん、で、まあ映画の内容は、なんかメメントっていう、なんか病気の名前らしくて、うん、記憶が、 あまり持たないうん、うん、15分とかですかねあでもさ日本でもそのそれ系のやつあったよねなんかその本当そサンプリングされてるのか分かんないけど、えー、そうなんですよそれを見て、うん、まず映像がめちゃめちゃ綺麗なんですよね、うん、クリスマ、えー・ノーランそうなんですよでそれでそうですね、まあ、最近見たのなと印象的でしたねなるほどね、はい、でも多分ね俺もゴークも結構ねほら 比較的いろんな部分で趣味って近いじゃん。ああ、わかります。だから一緒に遊んでるんだけど、年が離れてるけど。そう。で、俺もそうなんだけど、やっぱちょっとね、なんていうの、哲学絡んできてるのが好きなのよ。ああ。いいですよね。哲学的というかさ。あの、まあ、深いというかさ。うん。なんか、前話したの、あの、タイムって映画とか。あれはやばいよね。あれ、いいですよね。あれやばい。ジャスティン・ティンバーレイクの。 あのタイムって、あれだよね、要は時は金なりみたいな感じのテーマなんだよね。で,でも、なんか結構、うん、あれも深いね。深いですね、うん。あれって、なんか簡単に言うと、あの、なんかちょっとマトリックスとかに近くないああ、確かに。うん。ちょっとリアルなんですよね。その社会の階級っていうのも絡んでる感じですかね。そうでもね。 お金持ちはもうめちゃめちゃずっと生きれるみたいなあのーまあ、あまりそほらやっぱネタバレっていうのはまずいからさあれなんだけど、ねはい、あの映画でやっぱ俺一番すごい好きなシーンというか、まあ、深いなと思うシーンが、はい、なんか親友にあの自,分の自分がさすげえ時間持ちになるんだよねだから要は時間イコールお金っていうことなんだけどで、うん、で時間でどんどんいろんなものを買っていくんだけどすごい時間持ちつまり金持ちになるんだよね で、その時に親友みたいなやつに、まとまった時間をあげるんだよね。ま自分の命をあげるってことですね。自分の人生の時間をちょっとあげるってことですよね。そうそうそう。あでもさ、ほら、一応知らない人のために説明しとくと、まあ、一から説明しようか、じゃあ。はい。まず、えっ、ー、と、あの映画っていうのは、まあ、時間っていうものがお金に変わる世界。それで物ものを変えるそう世界ですね。そう,そうそう。で、なんか、腕に、なんか、 タイマーみたいなのがあって、うん、残りの時間っていうのが刻まれてるんだよね,すねその残りの時間を使ってジュースを買ったりとか、うん、家賃を払ったりしてるんだけどその残りの時間がゼロになったら死んじゃうんだよねそう,ですそ,うそういう映画なんだけど、うん、それで、まあ、要は時間をめっちゃ持ってる一生生きれるぐらい持ってる人は金持ちみたいな感じのそういうやつなんだよね、はい、であ,のある時あの人がこうまとまた時間もらうじゃん主人公がね、はい、でそれを あの親友みたいな人にあげるんだよ、ねはい、でそ,のそっからしばらく経ってさその親友みたいな人にさ会いに行くとあのその人全部飲み代に使っちゃって、うん、わかるうんっていうシーンあったじゃんありましたねであれは多分自分に見合ったお金っていうのじゃないとうん、うん、使いこなせないっていうようなことを表現してんだと思うんだよねうんあれはすごい良かったないい映画ですよねうん,うんあとは何かある あとは、でもみんなわかりやすいジブリの映画とかで言うと、クレナヤの豚が僕、ジブ,リね、ジブリ一番好きですね。クレナヤの豚見られたことありますクレナヤの豚見たことあるよ。あ本当ですかうん、あるけど、ちょっとね、 そんなにはっきり覚えてないっていうかさ、あの、紅の豚と魔女の宅急便がすげえね、<まあ S 1> ほら、2>, <laughs> 2つとも空飛んでるんで。まあ確かに、そうだからすげえ交わるんですか。交わっちゃうんで。いや、あれ、いい映画ですね。もうまあ、でも僕もだいぶ昔に見たんで、<laughs> 今それこそ見たらまた違った捉え方すると思うんですけど、単純にあの、豚さんがかっこいいんですよ。 <laughs> かっこよく見えちゃってすごくないですかまずまあ豚さんがね豚さんがうんまあ確かにそういう映画だもんねだってそうですそうですうんうんうん、うん、めちゃめちゃ男らしいんですようん知ってる知ってるでなんかあと僕思ったのが「紅の豚」ってそのまあ男らしいのがイケてるみたいなっていう映画かつそれをそれがモテる世界なんですよはいはい女性もそれを評価してるっていうその世界が好きで まあでもそうだよね。俺たちからしたら普通だけどさ、ゴー君の世代だったらそれ普通じゃねえのか。装飾だから逆に言ったらだから生きてるやつはちょっと、うみたいな感じだよ,<ー>だよね。ーゴー君の世代だったらね。う,ねうね、うん、俺たちはだからもう二択だから。二択。うん、オタになるか、ちょ、ちょっと悪い方向に行くか。<laughs> まあ、それ悪いっていうのは本当のじゃないよ。<laughs> はいはい、本当のじゃないけど、はい、ちょっと悪い方向に行くか、オタになるかの二択で、 やっぱ太田はやっぱモテなかったから俺たちの時代はねうん,うんだから多分ちょっと感覚は違うでしょ多分いやそうですねうんそうだよね突っ張ってるやつがあんまいなそうだもんねもうそうですね、うん、まあいるとは思うんだけどその、うん、なんていうのマジョリティじゃないよねそうですねうん少数派ですねちなみに俺はだからあのジブリの映画でいうと、はい、あのラピュタとラピュタ あと、耳をすませばす。<laughs> 耳をすませばっていう言葉、フォートさんから出るのめちゃめちゃ新鮮ですね。逆にね。逆に。<laughs> <laughs> そうだね。めちゃめちゃ出るもんですね。まず、ラピュタは、あれ、はい、ラピュタは結構ね、男でラピュタ好きっていう人多いのよ。やっぱり。そうなんですか。うん、ええー。女の子よりも。女の子はやっぱりトトロとか、えー、魔女の宅急便とか好きな人多いんじゃないで男はラピュタ好きって、あれやっぱり冒険心を一番。 書き立てられるというかさそうですねっていうのはあると思うね<の>耳を澄ませば見たことあるのももうないんですよ耳を澄ませばあれはだからジブリで唯一普通の恋愛ものなんだよねあそうなんですかそうしかも純愛、えー、純愛そうえー、そうなんです、ね、癖がないないんですか癖がないっていうかうんやっぱり俺そういう 純愛とかに憧れてるのにはあるのかもしれない。はい、<laughs> なんかそれちょくちょく言ってますよね。うん、純愛好きだわみたいな。まあそうね。でやっぱりまああんまりこうさなんていのあのねいつもゴークに止められてるけどさ、はい、やっぱヒップホップの世界ってその逆じゃんわかるちょっと <laughs>、うん、なんていうの、うん、えぐいというかさ、うん、まあそのそこが良かったりするじゃんそうです、ね、えぐめな感じだからだから。 そういう犯罪的なのもさ関わってきてるわけじゃん。文化にね。俺がじゃないよ。文化に犯罪的なのも関わってくるわけじゃん。で、そういう友達とかでさ、そういう人もいたりとかしてさ、ちょっとえぐめな世界観じゃん。だから逆にその、なんていうの、純愛みたいなさ、自分の今までの中になかったからさ。だからすごい 憧れるよ、ね、うん,うんなるほどじゃああと何あとなんかそのまたあれだよゴーくんのさインスタに来てた <laughs> なんだっけゴー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 シリーズ行きますかーゴーゴーシリーズ行く、まあ、純愛からまあそうですね恋愛の話に変わって、まあ、じゃあニューヨークでちょちょ待ってだからこれ読んでよだからテーマはテーマは「テーマは恋愛でゴーゴーした話」っていうテーマがーゴーくんの 何今のごくんのインスタに来てたわけね。あ、そうですそうです。絶対同じ人だよね。絶対同じ人です。そうだよね。うん。まあ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 、そうだね。恋愛でゴーゴーした話ええニューヨークですかニューヨークで。ニューヨーク。なんか、恋愛はしたいと思ってたんですよ。うん。その経験的にってこと経験的に。なるほど。経験的に恋愛はしたいと思ってて。はいはい。その時僕、お付き合いしてる方いたんですよ。うんうん。で、 4年半付き合ってたんですねうん、うん、高校そうですね入ってからはいはいでまあちょっと難しくなっちゃってあそれは遠距離になっちゃったのかまあそうですねまあいろいろあって遠距離は特に問題なかったんですけどまあいろいろあってうん、うん、でまあお別れしてで、まあ、まあ経験のためにも恋愛した方がいいと思って。 うん、でそれはその経験でっていうのは日本人以外と恋愛したいなと思ってそうです日本人あ<ー>まあもちろん素敵な方いたらって、まあ、も実際に日本人の方好きなったこともありますし留学してでもなんか語学学校ってネイティブの人いないじゃないですかわ、うん、かるよわかります、うん、なんで正直その英語を流暢というかネイティブレベルにするには語学学校以外のアクションを起こさないとダメなんですよ、うん、まあで 使いましたね <laughs> <laughs> もうその視点でゴーゴーしてるのかなしてないよ。まあでもでもなんか自分の名前もゴーなんで、はい、結構食らいついてくるんですよマジで言ってんのみたいなまあそうだよね <laughs> あのこれね違うでも一応分かんない人もいるから解説しとかなきゃなんないけど、はい、やっぱあのなんていうの日本人の名前でさユーとかいるじゃんそうするとユー <laughs> にみたいな感じになるんでね。<laughs> それ、そういう感じでしょ、<あ>だから。そうそうそうゴーゴーゴーズみたいな。<laughs> <laughs> そういう感じだよね。いや、そうなんですよ。そうだ,よね、だから、最初の話はやっぱ、話しやすいですね。 向こうから振ってくれるんでゴーって名前の人いないもんいやいないですよねでも,でもなんかでも、まあ、ちょっと話戻っちゃうんですけど自己紹介の時にその、まあ、生まれがロサンゼルス、うん、で、まあ、父さんがアメリカでも誰でも呼びやすい名前にしようっていうので、うん、ゴーってなったんですよ <laughs> でもそれもあって、まあ、この名前のおかげで、まあ、苦労もありますし、まあ、恋愛でも助かった部分はありました、ね、なるほどねで、まあ、そのゴーゴーした話で言ったら、うんまあ、Tinder で デートしたことですかね実際にやって。それ何系だったの黒人でした。黒人のことでした。そうですそうです。なるほどね。同い年、同い年でしたね、ちょうど。え、それ俺知ってる人あ、知ってる人です。あ、あれかああ、なるほど。ねです。そこ、そうだったんだ。あ、そうですそうです。あ、そうなんだ。知らなかった。そっからのあの、あの流れになってくるあの流れ、そうですね。そうなんだ。あ、でもなんか、具体的に話すと、最初、ハロートークスっていう、あの、 語学交換アプリみたいな。ランゲージエクスチェンジね。あるじゃないですか。あれで最初話してたんですよ。はいはい。で、Tinder でもまたマッチしたんですよ。ああ、なるほどね。なんで、2回目感じちゃった回目感じちゃったわけで回目、生き残して、うんうんうん。で、あ、ちょっと話してみようかって言って、の流れでしたね。なるほどね。そっかそっか。そうなんだ。そうですね。なんかありますか、フォードさん。俺はい。うーん、まあでも。 語学学校の時とかは、はい、結構純愛だよね、あれは。純愛です。あの、それなんでかっていうのは、まあ、あの、あるんだけど、理由が。要は、なんか、さっきもゴーくに言ったけど、はい、語学学校にいる人って、まはい、世界中から来てるわけじゃん。はい、韓国とか、まあ、中国いたけど、あんまいないけど、韓国とか、まあ、スペインとかさ、あと、なんだ、いろんなとこから来てるわけじゃん、世界中からね。でね120カ国とかが、ね。うん、で、なんていうの えーとそれ老若男女なわけじゃん、はい、男も女も若い子も、えーはい、結構年いってる人もいるわけよ、はい、でそんな中でみんなが要はうん。語学力的に もう子供ぐらいの語学力しかないわけじゃん。うんでそうすると、必然的に自分の感情をね、なんていうの、駆け引きせずに表現するしかなくなってくるわけよ。うんわかる言ってる意味。も。かります、かります。なんか日本語とかさ、まあ、今だと英語喋れちゃうからさ、駆け引きができるじゃん。うんなんか直接的にこう好きって言わなかったりとか、うん直接的に優しくできなかったりとかするじゃん。それが 俺たち最初の5学校1年2年とかって出会ってシンプルなことしか喋れかないからでもその感じあるでしょだからなんか純粋な気持ちになるみたいなさそうなんだよねだからまあそういうのがあったりとかしてまあ結構純愛に近いような感じではあったと思うんだけどまあ俺の場合だったら韓国人の女の子と。 うんいい感じだった時もあるしそれ出会いは何だったんですか語学学校だよああ語学校でえそうそうそういいですねでも僕も一番最初にできた友達韓国人とトルコ人でしたそれ女の子女の子ですトルコ人は男性でしたけどうんうんうん韓国人素敵な方多いですよねうんでもこれ語学学校あるあるだよねやっぱりその語学学校の行ってさ俺たちもそうだし向こうも 他のね国から来た人もそんなさ海外のもうねいろんな国の人が一つの教室にいるわけじゃんそうなんですよそうでそれでなんかねそういう女の子同士もそうだし、はい、男同士もそうだし男と女もそうだし、まあ、出会うっていうのがすごく新鮮だから仲良くなりやすいんだよねなりますねうんで何かそ,その延長でちょっといい感じ恋愛とかになったりとかうん,うんそうだねだから俺は韓国人とかあとスイス人スイス人うん とかとえー、僕いなかったですね。もうあったね、そういう。えーうん、どういう、でもそうだよ、俺、前にさ、YouTube でさ、はいあの、中国人の女の子とデートした話とかあげたじゃん。はい、だかだニューヨークでデートするなら、どんなデートなんだろうね。俺はその時はパンケーキ、あのクリントンって有名なパンケーキ屋さんあるじゃんはい、はい、あそこに行ったりとか、あと俺、韓国人の女の子と、まあ、普通に。 まあ結構いい感じのレストラン行って食事したりとかあったけどねうーん郷くんは僕そうですね、まあ、古着一緒に買い物行ったりとかああでもそういう趣味いいよねそうですね何かしら趣味合う方とデートしないとって感じだったんでまあそうだよねでも服好きでっていうので古着一緒に見たりとかあとはまあでも日本人なんで日本食をちょっと紹介するみたいな感じで あのー、あなるほど、<い>そういう手もあんのか、イーストビリッジになんか日本食店多いじゃないですか、僕たちの中ではなんかリトル東京って呼んでたんですけど、はい,はいはいはい、まあ全然めちゃめちゃリトルなんですけど、そう、でもこの間もこの話したけど、しかした、ねはいあのー、あれなんでね、一応ロサンゼルスの方はリトル東京って場所が実際にあるんでね、ニューヨークは、まあ、あのアスタープレイスっていうね、6番線の駅があるんだけど、うんうん、そこを降りた、 場所が、あのー、一応もしリトル東京どこかって選ぶんだったらあそこなんだよねそうですねイストビレッジっていうてるとこね、はい、だけど昔俺たちがあのほらそれこそこの間 YouTube 出たレミーとかさ、はい、が遊んでた頃ってもっといっぱいあったのようん僕知らないですもっといっぱいあったその日本の居酒屋とかが<ー>でどんどんなくなっちゃって残ったのが最後のゴー君がいた時ぐらいの状態だからうん、うん、俺的には、まあ、ちょっとリトル東京っていうには ちっちゃすぎるかなっていう <laughs> まあそうですねうんそうなんだよねまあまあまあそこでデートはしてたりしましたねなるほど、はい、ええ、そうだよねだから単純にラーメン食いに行くとかでも向こうにとっては結構新鮮だったりするんよねそうですね,そうですねなるほどなるほどまあそんな感じで今20分ですよゴーくん早いですね今回も早かったですね ということで、あ今日はここら辺で終了したいと思うんですけど、いつも通りコメントでトークテーマ、もろもろ受け付けてるので、ぜひぜひよろしくお願いします。それからインスタグラムフォロー、FOURDNKAY4DNK のインスタグラム、それから GOGIANNIGOJANNI のインスタグラムフォローお願いします今いはここら辺で終了です。ありがとうございました。